し、あとは天津飯と亀仙人のじっちゃんがいれば10人揃うぞ。天津飯のやつ立派な道場建てたんだな。お、なんかやばい雰囲気だぞ。亀仙人のじっちゃんが当て出した。次回ドラゴンボールスーパー、現れた謎の美女、天津流道場の怪異、絶対見てくれよな。ドラゴンボールスーパーはバンダイナムコエンタテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。